アメさん、こんにちは。こんばんは。はい。おはようございます。はい、こんにちは。おはようございます。カズホールの店長、吉野です。はい、ブッキング総司です。こんにちは。こんにちは、はい。今日はですね、ちょっと緊急で動画を回してるんですけど、はい、カズホールのギタリストといえば、はい、ジアースこと、大泉。そう。僕らまあ、押し出してるわけじゃないですか。はい、押し出していただいてます。やっぱそのふと思ったんですよ、はい、言うてますけどこいつの実力はちょっとなんぼのもんじゃと結構継承されてる気はするんですけどそれなりに。あ、本当ですか。はい、ちょっとお気に召してない状態です。いや、そうですね。まあちょっとやっぱ、ま、視聴者の方もちょっと、はい、どんなもんじゃこいつはっていうのがまだちょっといまいちつかめてないと思うんで、はい、なるほど。まあ、今日せっかくねちょっとギター持ってきてたんで。そうですね、はい、ふとちょっと僕は思い立ったというか、はい、まあ、GIU ギターコンテストってあったじゃないですか。 ありますね、はい、よく毎年やってるあのコンテストなんですけど、それのまあ去年のやつ、はい、2021年の動画を僕は見てまして、はい、まあ、これ小泉やらしたらなんかどんなのができるんじゃとちょっと思いましてですね、はい、で今日の企画は小泉に GIU ギターコンテストの曲を聴かせて即興でギターを弾かしてみたをやってみます。即興の苦手なんですよ。あ、本当ですか。はい、結構そういうのできない人なんですよ。いやいや、まあでもあの即興といってもある程度時間をあの、はい、渡しますので、あ、まあ、曲聴いていただいて、ね、はい、見たことありますちなみにそのコンテスト。あ、まあそうですね、このやってるの、あ、なんかこうやってんだな、あ、こういうのあるんだな、はい、ほぼ曲をこう聴くのは初みたいな感じ で、ね、状態で15分ぐらい曲を聴いてもらって、ね、はい、ソロを考えていただいて、はい、バッキングがあってってことですね。そうですね、バッキングの方はあるんで、リードの楽曲が、それに、まあ、ギターを当て込んでもらうって、はい、やっていこうかなと、はい、まあ、ちょっとコンテスト自体はもう終わっちゃってるんで、はいはい、コンテストに参加することはできないんだけど、はい、まあ、なんか企画として勝手にちょっと勝手にギター弾いてみようっていうやつですよね。まあこれもね、ギターの楽しみ方の一つなんで ね、はい、まあバンドいろいろね、オリジナルやとかコピーやとかありますけど、はい、こうコンテストもあるんだと思って。そうですね、はい、面白いじゃないですか、こういうのやってみたら。そうですね、まあ確かに、はい、ということで、まあちょっとね、その曲を聴いてもらって、はい、弾いてもらうっていうやっていこうと思います。よろしくお願いします。頑張ります。せーの、レッツゴー。はじめー。ちょっとあの曲はこんな感じです。はい、こんな感じの曲を30秒ぐらいですかね。そうですね、時間で言うと。じゃあ早速ですけど、はい、ギターの方これに入れて練習していってください。はい、まあ今回はねパッとコンパクトな企画にしたいんで、はい、ちょっと時間をここからタイムワープしますけど、はい、じゃあ15分後の僕らにお会いしましょう。そうです、15分後にお会いしましょう。それではまた15分後に頑張ってください。頑張ります。バイバイ。はい、はい、じゃあまあちょっと15分ちょっと過ぎましたけど、はい、大体15分もう15分収めるのはもう相当プロじゃなくて無理っすこんなやっぱ難しいですか。いや、もう勝手に難しくするまでありますから、やっぱ自分次第の。まあ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 、はい、まあコンテストですからね。確かに曲自体は多分そんなにへんてこじゃないんで、はいはいはい、はい、多分結構シンプルな感じだと思うんですよ、バッキングは。なるほどなるほど。どんだけこう頑張れるか俺しないとぞっていう。そうですね、はい、あ、じゃあ楽しみですね。そうですね。じゃあちょっと早速ですけど、やっていきましょうかね。はい。緊張だ、こりゃ。はい。はい。じゃあ音の方出していきます。はい。はい。はい。どんなもんじゃない。よかったですね。はい、どんなもんじゃない。結構すごいね。はい。これはもう、頑張りました。おぉ、素晴らしい。はい、あります。無事、自分でやってて無事かったっす。はい。教科書です。教科書。はい。ちゃんとできる技をこう全部盛り盛りにしました。こう、レガートはなかったっすけど。はいはい、はい。
まあ、あのオープニングのこの上昇からもうミュートのこのデッデッデッみたいなから頑張りました。小泉総司のもうモテ、はい、モテるるモテうる技を全て、はい、この動画をコピーしてくれれば総司の手癖はもろバレです。コピーしてもらえると恥ずかしいぐらいもうバレます。いや、なんかこういうのいいね。これいいっすね、練習でね、楽しいっす。毎年やっぱちょっとコンテストチェックして、はい、来年ちょっとコンテスト参加したいですね。そうですね、まあそうですね、今年か、今年か今年のやつ2022年がまた多分あると思うから、これいつこれやってるんですかね。まあそれも調べて、そうだね、調べてちょっとうちの方からも、はい、家族の代表としてコンテストしゃべる。まあでもまあ皆さんすごいんでしょう。まあ、はい、そうですね。見たのがすごかったです。なるほど。やっぱ僕らが大好きな松本先生あのコピーをしてらっしゃる、はい、まあ、もう素晴らしい人いますからね。そうですね、彼もあのコンテスト参加してて、それはそれはなるほど、無事出てました。それはそれはもう素晴らしい動画でしたね。やっぱ期待裏切らないですね。そうですね、もうあのまあ うまいのはもちろんなんですけど、はい、やっぱしっかりとこう模範してました。そうですね、本当に、まあ、松本さんだなってい う, いいです、ね、もう素晴らしい動画でした。こういうのもありますんで、コンテストのやつとかね、はい、まあ、みんないろんな著名なギタリストだったり、それこそね、全然アーティスト活動してない人とかも多分上げてる動画だよね。そうですね、こういうのね、上げてるんじゃないですかね。まあ、Twitter とか YouTube とかで検索すると出てくるんで、まあ、僕的には YouTube より Twitter の方がこう結構、多く出てきたんで、あのあれですか、ハッシュタグとかで、そう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 、ハッシュタグで GIU ギターコンテストとかで検索すると2021とかですか。2021で、うん、ですね。おー、で多分あの Twitter だったら動画がバーって出てくるんで、あのギタリストは結構見てみると面白いかもしれないですね。そうですね、まあそんな感じで今日はちょっと急遽ね、はい、小泉くんにしゃーありがとうございます。はい、急な頼みを。楽しかったです、はい、楽しかったですよ。ああ、よかったよかった、はい、じゃあまたね、こういうのを僕が探して小泉に無茶振りして、はい、あのギターを弾いていくという動画を撮りたいと思いますので、はい、また、はい、次の動画も楽しみにしててください。はい、はい、そんな、あ、はい、可愛がってるね、可愛がってるね、ピンクね、新婦城に行った伝説みたいな。あ、そうですこれは。そうです、うん、あ、こいつの登場も楽しみにしてください。はい、はい、そんな感じで今日の動画は終わりだと思います。はい、この動画が面白かった人はチャンネル登録、高評価ボタンとよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。